魔法使いの夜はタイプムーミーより発売された電気ビジュアルのベルゲーム。略称は魔法よ。原作はナスキノコが1996年に執筆した未発表未完成の同名電気小説である。原作小説は一般的な意味で発表はされておらず、過去に一度型になったことがあるらしいが、その時の発行部数は3冊。なお厚さは、 月姫特本並みに分厚いようで、現在は竹内隆の持つ一冊しか現存していないらしい。竹内隆、オックスグは読んだことがあるらしい。なお、本作は全三部構成らしいが、現在のところ第一部しか完成していないため、竹内は続きを読みたいと発言している。なお、ナスによると、 魔法使いの夜の原本はタイプムーンの会議室にひっそりと置かれているとのこと。2008年4月4日にタイプムーン公式サイトで制作が発表された。キャラクターマテリアルで一部紹介されたキャラクターデザインは竹内隆が担当していたが、制作にあたって小山博和が担当することになった。数度の発売延期を挟んだが、年月日に、 マスターアップし、4月12日に、初回版が、8月10日に通常版が発売となった。月姫、フェイト、ステイナイト、空の境界に連なるナスの世界の原点にして、ひな型とされる作品である。月姫の魔法使いである、青崎青子を、主人公とし、空の境界の青崎大大子もメインキャラクターとして登場する。また舞台となる、三崎町は、 月姫の舞台でもある。ただしどの作品との同じ世界での物語ではなく、あくまで一つの物語として語られている。番外編を除き、本編では分岐や選択肢が存在しない。これはビジュアルノベル形式の作品が持つ物語の魅力を最大限に活かすためとのこと。1980年代後半の地方都市、三崎町。この街では、 坂の上にあるお屋敷には二人の魔女が住んでいるという噂があった。田舎から三崎町に引っ越してきた男子高校生、ずき草十郎は、ある日、転校先の生徒会長、青崎青子が魔法を使っているところを偶然、目撃してしまう。しかし、電気もないほどの田舎で育った草十郎は、都会の人間ならそんなこともできるのではないかと、勘違いしてしまっていた。 一方、青子は同居人、工藤寺臼から、草、十郎を殺すように言われ、彼の抹殺を決意する。実は、青子と、臼こそ、例の屋敷に住む魔女だったのだ。しかし、右与曲折の末、そう、十郎の命は助かるが、魔術の秘匿のため、青子と臼に監視される形で、久遠辞邸で、共同生活を送ることになった。百合姫掲載の写真によると、 日付は1996年12月18日。全12章プラス1章構成。ナスによる手書きラストも使用されている。最も一部のキャラクターは竹内のデザインしたものを流用する形になっている。魔法使いの夜公式サイトより、ありがとうございます。